富永やまずい景勝11年は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。後北条氏の家臣。伊豆国丸山城主。伊豆水軍の船大将。山、瑞県、内前、壇上、三江門、正則とも。関都名は、佐平城。永正17年、誕生。北条氏に仕え、年代は不明だが、伊豆水軍の基地である。 伊豆国どこへの丸山城の城主に任じられ、天正年間に伊豆半島西海岸の守備を務めた。天正8年、駿河湾海戦に参加し、武田水軍と交戦した。天正17年、豊臣秀吉による小田原征伐にて、丸山城は豊臣水軍の攻撃を受け落城。後宝城氏滅亡後は徳川氏に仕えた。慶長11年、 山髄が、和蔵屋置き場で通過した際、家臣の小林上の守る菓君を見間違えて、馬上の無礼を起こり弓矢で射殺。後に、小林はこの失態をひどく後悔して自害したという。墓所は、静岡県下田市加蔵屋久保山。山髄の遺廃は、法本寺に安置され、毎年8月11日に霊病を作り、霊祭を起こっている。 丸山城があった伊豆市八木沢には山津井の伝説が伝わっている。丸山城が豊臣水軍の攻撃を受けて落城した後、山下川若臣と共に城を脱出し山津台に逃げ、八木沢あざ上野にある浅畑に身を隠した。追ってきた豊臣方の兵士が探したものの見つからず、捜索を打ち切ろうとした。その時、近くの農家が飼っている鶏が、 潜伏している山髄にぶつかって、驚きけた魂鳴き声を上げた。不審に思った兵士が朝畑を念入りに探した結果、山下側見つかってしまい、殺されてしまった。このことを見聞きした、八木沢の住人は哀れに思い、以後、朝を作らず鶏も飼わなくなったという。ほぼ同じ内容の伝説が山髄の墓所がある、下田市和夫屋にも伝わっているが、 こちらでは山井が弓矢で射殺された話から、子供に弓矢を持たせないという近畿がある。なお、丸山城で丸跡と下田四和屋に山井権元と呼ばれる神社があり、富永山井が祭人として祀られている。ありがとうございます。